県民健康調査検討委員会第3回甲状腺検査評価部会をいたします。なお、すでにお知らせしているところですが、本年4月より本調査の名称を県民健康管理調査から県民健康調査に変更しております。次に部会員の出欠についてご報告いたします。本日、菅根部会員、星部会員が欠席となっております。ここで部会開催にあたり、保健福祉部長よりご挨拶申し上げます。皆さん、こんにちは。4月から保健福祉部長、福島県の保健福祉部長に就任しました鈴木と申します。本日は、遠方よりまたお忙しい中ご出席を賜りましてありがとうございます。甲状腺評価部会につきましては、委員の皆様のご議論の中からですね、専門的に議論を深めよう、あるいは県民の皆様へさらなる、適切な情報を提供していこうということで、昨年秋設けられまして、本日で3回目というふうに伺っております。前回のご議論の中では、調査そのもののデザイン、あり方、甲状腺がんの発見率、あるいは機器の進歩や検査機械の増加に伴いまして、診断数の増加、さらには場合によっては過剰な診断ということもあるのではないかといったような、幅広にですね、ご議論をいただいたというふうに聞いております。ご承知の通り、甲状腺検査は3月までで1巡目を1を、完了しまして、現在2巡目に着手しておりまして、新たなステップに入ってきているところでございます。県民の皆さんからはですね、甲状腺がんについての関心は非常に高く、この部会からの情報の発信というのはこれまで以上に重要性も高まっているものと考えております。皆様方には引き続き忌憚のないご意見を交わしていただきまして、県に対するご助言などもいただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。冒頭のご挨拶とさせていただきます。次に今年度審議の課長を紹介いたします。県民健康調査を担当しております小林幸県民健康課長でございます。それでは議事に移りたいと思います。議長につきましては、設置要項に部会長が務めることとなっておりますので、清水和夫部会長、よろしくお願いいたします。はい、それでは第3回の甲状腺検査評価部会を開催したいと思います。先生方、本当にお忙しい中ありがとうございました。まず議事録署名人ですが、今回渋谷先生と西先生お願いいたします。それでは議事に入りたいと思います。今日は実は今まで2回行われましたけれども、非常に建設的な意見が多くてですね、実りある会だと私は思っております。で、本当に専門家の先生方に集まっていただいて、貴重な意見をいただいてですね、前向きに非常にこの会は進んでいるかなというふうに思っております。で、今日は、まず最初に進捗状況を、検査のですね、進捗状況を県の方からご説明いただきます。で、その後、加藤副部会長から細胞神経差の優しさ分類につきまして、ご説明をいただきたいというふうに思います。で、その後ですね、かなり私自分でピックアップしてきたんですが、これからも検討していかなくてはならない問題がたくさんありましてですね、時間の許す限り、一つずつピックアップしながら会議を進めていきたいというふうに思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。ではまず最初に、甲状腺検査の進捗状況について事務局の方からご説明をお願いいたします。はい、県民健康調査の小林と申します。よろしくお願いします。それで私の方からですね、県民健康調査甲状腺検査の実施状況につきまして資料1によりご報告いたします。なおこの資料につきましては、先月19日に開催いたしました第15回検討委員会においておける資料でございますが、改めてご説明申し上げます。まず1ページをご覧願います。進捗状況及び結果概要でございますが、平成25年度の検査は34市町村の対象者約 15万8000 について実施しまして、1回目の甲状腺検査であります先行検査が今年の3月末に終了したところでございます。
その結果ですが、上の表ですが、案内検査案内を送付しました368,651人中、受診者数が295,511人となりまして、一次検査の受診率が 81.2% となっております。そのうち 97.1% に当たります287,056人の方が2月21日までの検査分として判定されております。判定区分別内訳の割合でございますが、 A 判定が A1 の 51.6%、 A2 の 47.7%、 合わせまして 99.3% となっております。 B 判定が 0.7% になっています。 2069人、 C 判定が1人となっており、二次検査の対象者が合わせて2070人となったところでございます。下の表でございますが、結節嚢胞の人数割合です。結節や嚢胞の大きさによりまして、二次検査の対象と判定されました方の内訳としまして、 5.1 ミリ以上の結節が認められた方が2051人、 20.1 ミリ以上の嚢胞が認められた方が12人となっております。嚢胞に関しましてはほとんどの方が20ミリ以下ということが分かると思います。なお大きさからですね、 A2 と判定された方であっても甲状腺の状況により B 判定となった方もおります。次に2ページをお開き願います。二次検査の進捗状況でございますが、一次検査の結果 B 判定または C 判定とされました2070人のうち 84.7% に当たります1754人の方がこれまで二次検査を受診し、うち1598人の方について結果が得られたところでございます。この中で、次回検査の A1、A2 については一次検査で BC と判定されたものの、時間を置いて再検査したところ A1、A2 のに、再評価された方が合わせて 33.5% ということでございます。で残りの 66.5% のですね、1063人の方につきましては、精査した結果、うち 41.1% であります、437人の方が腺子吸引細胞診を受診されたということでございます。続きまして3ページをご覧になります。当初二次検査の進捗が遅れていったということもありまして、それまで週1回1ブースを25年1月から週2回2ブースに、また25年5月以降につきましては週2回3ブースといたしました。25年7月からはですね、県内の2カ所において検査実施機関で二次検査を実施し、さらに11月からは県外の検査機関において二次検査を開始したところでございます。だいたい今のところ検査通知後2週間で二次検査の案内を送付していますので、同じようなペースで進んでいるということを示しております。続きまして4ページをご覧願います。腺子吸引細胞診の結果でございます。細胞診検査を受診された方437人のうち90人について悪性なし悪性疑いとされたところでございます。年度別の内訳としましては、23年度が15人、24年度が54人、25年度が21人となっております。合計90人のうち51人の方が手術を受けられ、その結果1人が良性の結節であることが確認されていましたが、その他の50人につきましては悪性との診断がされております。またこの50人のうち49人につきましては乳頭がんとされ、1人につきましては低分化がん疑いという状況でございます。手術の結果、良性と確認された1名を含んで悪性ないし悪性疑いとされた90人の性別の内訳としましては、男性が32人、女性が58人、また平均年齢が二次検査時点で 16.9 歳プラスマイナス 2.7 歳、審査当時だと 14.7 プラスマイナス 2.7 歳、また平均使用計は 14.2 プラスマイナス 7.4 ミリ、最大使用計としましては 40.5 ミリとなっております。審査当時での性別 年齢分布は真ん中のグラフの括弧2のあの通りとなっております。これまでの検査では放射線の感受性が高いとされます若年層に悪性なし悪性疑いとなった方の確認例は少ないという状況であります。特に事故後5歳以下では確認されておらず、ゼロとなっているところでございます。次に5ページをご覧願います。
県民健康調査の基本調査で外部被爆線量の推計を行っていますが、悪性なし悪性疑いとされた90人について、基本調査にご回答をされ、外部被爆線量の推計値が得られた方が34人おります。この性別の内訳としましては男性が11人、女性が23人で、全員の方が 2.5 ミリシーベルト未満となっております。括弧4の血液検査及び尿中陽性に関しましては、サイクロプリン、グロブリンの抗体だけが悪性なし悪性疑いの方がやや高いものの、それ以外については差はございません。また、尿中陽性も特段の差はございませんでした。続きまして6ページから7ページをご覧願います。二次検査の市町村別の結果でございます。一次検査受診者に対する悪性なし悪性疑いの方の割合がですね、この表の右の下なんですが、23年度が 0.03%、24年度が 0.04%、 で7ページにして25年度が 0.02%、 全体で 0.03% となっております。なお新たに悪性なし悪性疑いと見つかった市町村につきましては、7ページのですね、上から 8番目の石川町、さらに2つ飛んで、平田村、棚倉町、中ほどの新見門町でございます。続きまして8ページをご覧願います。8ページから11ページにつきましては、市町村別の一次検査の受診状況の資料でございます。ここで分かりますことは、年齢階層別受診者数とですね、その受診率が出ているということから、例えば11ページのですね、一番下をちょっと見ていただきたいんですが、合計欄のですね、年齢階層ごとの受診率を見ますと、例えば6歳から10歳の階層では受診率が 95.5%、となっているものの、16歳から18歳の階層では 50.5% となっていることが分かります。次に12ページですが、都道府県別一次検査受診状況ということで、県外に避難された方や、転居された方も検査できるように、現在84施設と協定を締結しておりまして、3月31日現在で、8845人の方が実際に受診されたということでございます。次に13ページから16ページにかけまして、これにつきましては市町村別のですね、一次検査の結果を載せてあります。これにつきましては後ほどご覧いただければと存じます。続きまして17ページをご覧願います。検査結果確定者の年齢及び性別の数値と分布でございます。 A1 は震災当時の0歳から5歳に多く、 A2 は6歳から15歳、それも若干下がります。A2 と B 判定に関しましては、ともに春季以降、情勢に多いことが分かります。次に18ページ。18ページにつきましては、結節の大きさのですね、分布が出ております。で下の棒グラフを見ると、5ミリに一番のピークがあり、それ以降、順次下がっているのが分かると思います。次に19ページの農法につきましては、同じように下のグラフを見れば3ミリ以下がですね、極めて多いことが分かると思います。次にですね、20ページから21ページ、これはですね、いわゆるその二次検査の市町村別の判定結果をお示ししたものであります。後ほどご覧いただければと存じます。で最後にですね、もう一度の7ページをちょっと見ていただきます。7ページの下のですね、3の本格検査の実施についてでございます。冒頭に申し上げましたが、この3月で1回目の行動である先行検査が終了いたしました。4月から本格検査といたしまして、2回目の検査が開始し、今年度は避難区域等の13市町村をはじめとしまして、25市町村の約22万人の方を対象に順次検査の実施をさせを予想しているところでございます。また2回目の検査からですね、平成24年4月1日まで生まれた方、つまり震災時に胎児であった方まで拡大して検査を実施になっております。さらに受診者の利便性を考慮しまして、身近な医療機関で受診ができるよう検査協定の整備をしているところでございます。
現在県内ですでに59の医療機関を指定しておりまして、うち4医療機関が県立医大との協定を締結し、順次検査を実施する予定になっております。最後にですね、今回先行検査が終了しまして、3月現在の受診率が 80.2% という数字が向上したところでございますが、今後この検査を先にわたり継続的に実施していくためには、県民の皆様のですね、ご理解のもと確実に受診していただくことがですね、大変重要となってきます。従いまして、まだ受診されていない方に対しましては、受診勧奨や検査拡充と通して受診率の向上に努めてもらいたいと考えております。以上で甲状腺検査の概要実施状況についてのご説明とさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続きまして、はい、資料2に、はい、行きますか。資料2に基づいてですね、これ先月ですね、環境省の方で、報告がありました、甲状腺血液性疾患有所見率等調査事業、いわゆる三権調査の追跡、調査事業の結果について、改めてご説明いたします。この事業は環境省において平成24年度に3県、青森県、山梨県、長崎県、の3県においてですね、3歳から18歳の約4300人のですね、子ども対象に、甲状腺の超音波検査を実施したところでございます。その結果として A1 判定、A2 判定、B 判定がほぼ福島県同等の同様の頻度で見られたというのが1年前の発表でございます。で、今回はその B 判定になった44人について、その後の追跡調査を行い、その結果を速報という形で去る3月28日に発表されたものでございます。1枚めくっていただきまして、2ページをご覧願います。ただいまご説明した経緯が書かれているところでございます。で、次の3ページをご覧願います。で、その結果がですね、出ておりまして、上から見ますと4365人のうち B 判定もしくは C 判定、新判定はゼロでありますが、その44人のうちフォローアップができ、確定結果が分かった方が31名おります。またそのうち甲状腺がんと診断された方が1名ということでございます。以上簡単でございますが、報告ということでご説明させていただきました。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは質疑に移りたいと思います。何かご意見あればご質問ございますか。はい、どうぞ西田さん、お願いします。広島の西と申しますけど、資料1のですね、まず平成23年で平成24年で受診者数は結局 14.5% は受診してないんですけども、その人たち受診しない理由とですね、でこの人たち今2回目に入ってますから、この人たちが今度受診して、甲状腺がん、あるいは疑いが発見された場合、もう 4,5 年立っているということになりますので、必ずそういう時は初回はそういう検査を受けなかったということをですね、明記しておかないと 4,5 年経ったからがんかなったんじゃないかという、そういう不安感を、持たれることになりますから。それとですね、すいません、私、2ページにもですね、通常診療などっていう、この言葉をちょっと一般の人はここに細胞診をが入ってるのもですね、なんか普通の人は通常診療と細胞受診とは違うんじゃないかと思われがちですけれども、それでこの437人が細胞受診されてますけれども、かの1063人のうち本当は細胞診をやるべきだった人は何人だったかということですね。これは三権調査のこの文にも20人中本当は何人した方が良かったかってですね、そこがちょっと不明確なような気がします。それとですね、すみません、たったと言わさせてもらいます。ですね、あとはそれから12ページのですね、沖縄県に結構110人も行っていらっしゃいますけども、結構遠いところにですね、なぜ沖縄に行かれた方が多いのかですね、何か理由が分かっていれば教えていただきたいと思います。以上でございます。はい、まずですね、受診率3月末でですね 80.2% という数字を出させてもらったんですが、
これにつきましては我々ともしましてですね、健全体で 82% で、ただ 82% と言いながら未就寝者がですね約7万人強おります。で当然我々としましてはですね、こういったの詳細やる以上は必ず受けていただくという方針のことをやっていることなんですが、若干ちょっとそれは地域別とですね、年齢別でですね、ちょっと数字が違いまして、例えば資料のですね、例えば8ページちょっと見ていただきますと、標本的にですね、一番下がですね、例えばその23年度、これは要するに生年の高かった地域をやりました。でそこがですね、承継の受診率、これが 87.9% になってございます。で次にですね、9ページ、これが24年度がですね、86.3% で、さらに、去年25年度をやった時の受診率ですね、下から2号目の 71.4% 全体で 80.2% になってございます。で、当然ですね、年度を減るごとにですね、受診率が変わります。一つの理由としては我々とやり方として当然最初はですね、それで性能が高かった地域から始めたと。で最後に一番その性能が低い地域で終わったということから、どうしてもですね、その県民の方にこういった検診を受けることに対してやっぱりその意識の問題があったということがございます。それは一つだと。でもう一つはですね、あとそれは地域問題です。もう一つは年齢の問題なんですが、例えばその11ページのですね、その年齢階層別受診率というところで、これ際立ってですね、例えば一番その高いところが、先ほど説明したようにですね、6歳から10歳が 95.5% となっているんですが、その一番右の16歳から18歳ですね、約半分しか受けてないということがございます。でこの理由としてですね、まずですね、当時16歳から18歳だった方が今現在多分社会人になってるんじゃないかということで、多分少なからずですね、例えばその高校卒業して進学で県外行った方とかですね、あとまたは就職で県外行った方と思います。もう一つの理由はなかなかちょっと高校の講師扱ってできなかったということもございます。でその辺がですね、これからどういった対策を取るかというところで、やっぱり私どもとしてはやっぱりその一つはですね、身近なその医療機関でなるべく受けていただくということと、その関係で今回その拠点、機関ですかを増やしました。もう一つはそのなかなか高校の校舎できなかったということで、平成26年度につきましては全県的に高校でやりましょうということになっています。あとその県外にいた方のフォローについてはですね、県外でウクライナの医療機関についてもですね、その増やす方向にやっていきたいということと、やっぱりその今後その転居とかですね、これに従ってその住所のフォローアップがですね、非常に大事だと思いますので、その辺もしっかりとしていきたいと思っております。よろしいですか。これはい、はい、お願いします。手元にちょっと資料がなくて恐縮ですが、沖縄県にはそれなりの数の県民が避難しておりまして、さまざまなことを我々も聞いておりますが、一つには原発が立地してないと、原発に対する不安感、あるいは放射線に対する不安感の強い方が、遠くにで、沖縄に避難されているということが一つ。それからもう一つは受け入れ側として沖縄県かなり手厚いですね、受け入れをしていただいております。そんなこともありまして、なかなか沖縄に避難している方の数は、減少しない、むしろ微増しているくらいの状況にございます。ご参考になれば。鈴木先生お願いします。多分3番目 のご質問 の細胞診、二次検査での細胞診を、どのくらいの人が実際はやってなかった人もどうだったのかということですが、まずはこの細胞診に対しては、この検査の場合、超音波検査をして、どういう人が細胞診をすべきかという基準を決めてあります。でその基準に従うというのは当然なんですが、もちろん一対一対応ですので、どうしても検査してくれという人をしないわけではないということ、あと同意を取らなければいけないので、同意を拒否すればやらないということがありますけど、前者の場合は
特に震災直後の初年度は非常に多い印象がある。統計は取ってませんけど、ただその後に関しては、そのガイドラインを遵守しながらやってる中で、同意を得られなかったっていう人は我々の記憶から極めてほとんどないということで、同意してないっていう人はいないと思います。進めて受けに来なかった人がいるかどうかは正確な数字は持ってませんけど、ほとんどいないはずです。受診勧奨、それは間違いなくしてますので、基本的にはこれはいわゆる、細胞診で超音波で、ややどちらだか安全かどうか確実に言えないものは二次検査に回してます。で、二次検査に回したところで超音波検査でこれは超音波検査のみで十分だ、で経過観察、超音波での半年ないし1年後の経過観察で十分だという方が細胞診を受けない方になるわけですが、その中に入る人が意外と多かっただと思います。ちょうど12ページのことが今話が出たので、ちょっと私から気になっていることがありまして、それは沖縄県の110人もそうですけど、今受診率が年々少しずつ低下していると。それ意識の問題とか、あるいは就職したりそういう受診する機会がなかなか持てなくなってくるっていうのもあると思うんですね。でそうすると県外あるいは日本全国にの施設に、で近いところに行かざるを得ないということもあると思うんですけども、この表を見ますとですね、例えば新潟県、これ560人も受診してて1人ですよね。あ、1つじゃなくて実施期間数が1つ、これ大変な対応だと思う。だから200以上の受診者がいて1人っていうと結構ありまして、秋田県、埼玉、そんなようなところは、これはこれ84施設っていうのは希望、申し出てきたところなんでしょうか、それともこれ関連施設、専門医の関連施設ですか。じゃあ福島医大の方から答えさせてもらいます。これはですね、県外施設に関しては一定の基準がありますので、一定の資格基準を満たしたところと契約をするという形になっています。専門医がいないといけません。あとは機器の基準とかいろんなものがありますね。それを全部クリアして契約した。ですから最初は各都道府県にもっと133くらい専門委員会の方でですね、推薦をしたんですけど、実際に締結できているのは今このくらいの84施設ということで、実際には運用できるところまで至ってないというのが現状です。これは外科系だけじゃなくて放射線、あとね、もちろんあと内科、超音波内科全部含まれてる。放射線科入ってませんけど、基本的には小児科の小児内分泌、あと、はい、内科の甲状腺、外科の甲状腺、そして、あとは病理関係も入ってますけど、細胞診に入ってませんけど、そうそう、それで超音波関係ですね。新潟県は一施設機ないってことです。そういう事情ですので、ここに下見ていただくように2回福島医大で集中検査をしています。はい、今後も新潟は人数が多いので、今日以降出張検査に行く予定になっています。受け入れ体制をしっかりもう少ししておかないと、今度は全国に散らばってしまう人たちのフォローアップがなかなか難しくなってしまう。はい、その通りだと思います。ね、あとはこの人数、ごめんなさい、この人数ですけど、人数とは言いながら、例えば埼玉が多い場合、神奈川が多い場合、これ東京都と非常にアクセスが近いので、どういう範囲で見るか、近畿地方もそうなんですけど、各県に細切れにした方がいいところと、生活圏が非常に近いところの場合はそのアクセスで行ってもらうということもありまして、なかなか地図だけでは読めないところもある。あとは新幹線沿いだと地元に帰ってきて受ける人も容易にできるところとしにくいところがあるって、そういうことも経験してますので、その辺はなかなかこの数字だけでスパッと対応が決められないということが現実です。埼玉が一つ消えない施設がっていうのは、そうですね、人口は多いんですけど、ただ医療圏は東京なんですよね。実際は通常の医療もほとんどが東京で、学校も東京に行ってる、仕事も東京に行ってるっていう人が多いので、必ずしもそこはだから全体で見ないと読めないところがございます。はい、ありがとうございました。他にどうぞ。じゃあ国枝先生。
先ほど の李先生の質問に関して一つ回答がなかった点でもう一回ちょっと確認お願いしたいんですけれども、今まで の先行調査において受けてない人が今後今年からの本格調査においても受ける人が出てくるはずですけどっていうことに対して、それの結果の表示に関しては先ほど李先生からも指摘がありましたけれども、過去に受けた人と受けてない人は別にして結果をまとめて出していくっていうようなことをしないと誤解を生むことになってくる、前回議論があったところに絡みますけれども、誤解を生むことになっていくかと思いますので、そこのところはちょっとご注意いただければと思います。東京大学の渋谷でございます。いろいろいつも福島県の方に詳細まとめていただいてありがとうございます。環境省の資料2の環境省のそこについてちょっと確認なんですけど、プロスワンという雑誌にこの関わった方が2013年の12月に発表されているんですが、トータルの4300名ぐらいですか。で各県多分1300か1600で、確か幼稚園と小学校と大学1個ずつこうサンプリングして、やったはずなので、多分おそらく福島県 その青年齢あるいはその階級別の分布とおそらくそのサンプル多少違ってくる可能性があるので、こういうラフにですね青年齢調整せずに、比較するというのはちょっとどうかなという気もするんですけど、あんまり変わらないのかもしれないんですが、多分サンプルがかなり偏っている可能性もあるので、解釈は少し気をつけた方がいいのかなという気もしました。それから、そうですね、とりあえず今のところはそれだけです。はい、春日先生お願いします。質問させていただきたいんですが、資料1の7ページ、本格検査の際に2回目からですね、平成24年4月1日まで生まれたお子さんまで拡大するという、この意味について教えていただけるでしょうか。どなたに。はい、2回目の検査からは体内というか、まだ胎児というか、まだ胎児にもなっていなかったお子さんも含めてですね、24年4月までに生まれたお子さんについても検査対象を拡大するということですが、その意味について福島県あるいは福島県立医大の先生方はどのようにお考えなのか、ちょっと教えていただければと思います。鈴木先生、じゃあお願いします。福島医大の方から説明させてもらいます。春日井がおっしゃったように、体内って、いわゆる、前回はこの子たちを含めてなかったんですけど、お母さんの体内にいた人ということで、この学年にしてはです。で、全部が正確に言うと体内にいたわけではありませんけど、まだ体内にいなかった人も含まれてるんですが、これやっぱりこれから研修するときに、ここまでの子どもっていう同じ学年でいかないと、これが対象とされている学年ということで、ですから、4月1日までっていうのはその学年になるということです。対象の学年、その学年でないとやっぱり学校単位でこれから検診を続けてきますので、やはりそういうことも考えて少し幅を増やしたということで、厳密に体内にいた人だけにこだわったってわけではございません。ですからやや緩い範囲に広がっているというです。同じ学年の中、同じジェネレーションの中で、はい、受ける人と受けない人がいることになりますよね。もしどこか、ですから学校で同じクラスで受けない受ける子がいるっていうのはなるべく避けたいということはあります。ついでに渋谷先生の返事に私も協調者になっているので、それ先ほどの件ですけど、当然それは年齢対象年齢分布が違いますので、年齢を補正したデータも確か会議中には解析してますけど、それでは福島県のよりやや高めで、決してそれが逆転するようなことはないということでございます。他に委員の先生方ございますか。はい、加藤先生お願いします。病理の方からですね、ちょっとお聞きしたいんですが、
あのデータで出されているのは悪性ないし悪性の疑いですよね。で、あのこれはあの、ベセスダ分類、後でお話しますけど、ベセスダ分類にのっとって、細胞診をやられていて、悪性ないし悪性の疑いということを出されていると思うんですが、良性の例えばですね、ろ胞腺腫あるいはろ胞腺腫の疑い、ろ胞性腫瘍の疑い、ろ胞性腫瘍、ろ胞性腫瘍の疑いといったところの部分に関して、要するにその乳頭がんしか頭になくて、ここに出されているような感じがするんですけど、腫瘍、ろ胞がんというものとろ胞腺腫の部分ですね、その部分に関してのデータというのは当然あると思うんですが、その辺はいかがなんでしょうか。じゃあ鈴木先生お願いいたします。はい、ベセスダ分類にのっとって分類していることは確かですけど、ここで出している悪性なし悪性疑いというのは通常の今の現行の甲状腺がん取扱規約に出ている悪性なし悪性疑いということでございます。で、先生がおっしゃったように、悪性なし悪性疑いというのはあの露胞性腫瘍に関しては必ずしもあのここで捉えきれない、入っているものもございますけど捉えきれないものが多いということで、そこに関してのデータを出せっていうことでしょうか。うん、で要するにあの腫瘍ですから、あの乳頭がんだけじゃなくてですね、あの良性の腫瘍も含めた露胞性腫瘍っていうのがどうなってるのかっていうのが知りたかったんですけど。はい、あのそこに関してはやはり、露胞性腫瘍として、母集団は非常に多いわけですけど、その中で、数名、あの治療されている人います。他にございませんか。はい、どうぞ。あの11ページのですね、年齢のですから16歳から18歳の受診率が 50% ちょっとですから、約半数の人は今から2回目で結構受けてきたら一番がんの発生率の疑いの高い年齢層ですから、ここは今先ほど言いましたように、よくよく今回のがんは初回の検査で引っかかったということを言わないと 4,5 年目になりますから、これ皆さん原発事故と関係している中で言われかねませんので、きちんとそこは注意して、記載願いたいと思いますし、あの18ページのですね、結節のこの大きさがずっと書いてありますよね、表が。これでこの中にがんとがん疑いがどこにあるか分かるようにですね、がん疑いの人が大体どのぐらいの大きさだったのかですね、大体 3センチや4センチっていうのはですね、原発事故すぐに1年目2年目で発生することないと思いますので、ですからここにももし分かる範囲内ですね、この次でもいいですから11の18ですね、結節の大きさのところにあのがんが疑いが何人だとか書いてあれば分かると思いますので、以上です。はい、他にございますか。あの前回から少し話題になっていたことなんですが、この7ページのですね、あの、まあ、先行検査、本格検査を今もう開始されている4月以降ですね、そこで、部会として、まあ、今まで行ってきた検査の妥当性、あるいは、まあ、必要な検査かどうか、あるいは他に追加した方がいいんじゃないかという検査があるかどうかを検討したりしようじゃないかという話が確か一回あったと思うんですけど、その辺のところで、先生方、委員の先生方いかがでしょうか。何か今日進捗状況を気になってですね、検査の項目の中でさらに加えた方がいいもの、あるいはあまり意味がないんではないかというようなことも、もしお気づきの点がありましたらちょっとご意見いただきたいのでいかがでしょうか。はい、西先生お願いします。家族性ですね、家計内にがんとかですね、まあ、それはやっぱりプライバシーとかなんか関わりますので、家族的なものもありますよね、家族性のね、そしたらバーッと出ますから、あるいは甲状腺がん、甲状腺疑いで兄弟例とか姉妹例とか1世代2世代のなんかあるかどうかですね、まあ、それはちょっとなかなかプライバシーの問題で難しいかもしれませんけども、まあ先生方のところでそれだけ、まあ、公表されなくていいですから
持っておかれたらいいと思います。まあ、実際問題として放射線に関係なくて遺伝する放射線疾患があります。それはもちろん専門施設でしっかりと家計を捉えていると思うんですけど、乳頭がんに関しても最近言われてますけど、その辺のところはなかなかマスクリーニングの中で家族歴を捉えるってなかなか難しいところがあると、いかがでしょうか。私の方が答えさせてもらいます。まず遺伝性っていう言葉で甲状腺の一番多い乳頭がんに関して、家族内集積性があるとは言われているものの、明確な遺伝形式も伝わってませんし、研究対象でありまして分かりません。ただ母集団が多いので、家族内に2人3人見られるものがあって、例えば一般的な研究例では3家系内に3名以上認められた場合はそういうものを濃厚として、研究しようということはありますけど、今明らかに遺伝子変異が分かって、こういうことで、乳頭がんが遺伝するというものはないので、それは一つ通常の我々の臨床の中ではそういうことも考えることがあるということで、ただ甲状腺には遺伝する髄様がんというのがあるのと、あとは甲状腺乳頭がんの中にも他の疾患で、起こる遺伝性の腫瘍で甲状腺にもがんが起こる遺伝性の病気がありますので、そういうものが偶然に見つからないとも限らないということはございますので、そういうものを知られているということも事実です。ですから全ての人にそういうことをということではないですけど、我々医学的にはそういうことも必要ですので、問診票の中で家族歴っていうのは十分に捉えるようにして、答えていただける範囲で答えていただくということで、今後の検討にするということはございますけど、今ここで即答できるものはございません。他にいかがでしょうか。はい、渋谷先生お願いします。前回でも議論になったんですけども、参考資料でランセットレターも添付させていただきましたけども、2つだけ前回の最後の方にですね、議事録を見ていただくと分かるんですが、最初の数年ベースラインをやってということで、だんだんいろいろ状況も分かってくることもありますし、まだ分からないこともあると思うんですが、一つはですね、前回要するに津賀野先生もおっしゃってましたけど、福島県と他の地域ですねの比較は妥当ではなくて、福島県内の線量の比較的高いところと低いところをやっていたらどうかという意見がありましたが、それに関してはそうしていくという方向性が多分医大の方からも示されたと思うんですが、もしそうであるならば、おそらく最初のプロトコールですね、そのプロトコールももう一回検討して書き換える必要があるんじゃないかというのが一つです。それからもう一つは津賀野先生 の一般論として、そういう現在がんの過剰診断過剰治療というものが世界的に問題になっているという話もありましたし、西先生のプレゼンにもありましたが、大学生の方で非常に有病率高いというのも出てきております。もちろん子どもの方は今まであんまり知見がなかったものですから、ここまで大規模なものがなかったので、過剰診断を生むというのはあまり言われなかったかもしれないですが、やはり今の状況を見るとですね、やはり過剰診断の可能性というのも否定はできないという気がするんですが、そうしたものに対する県あるいは医大の立場というか、そうしたものをもう少し県民に知らせるのか、あるいはがんはがんとして治療するので治療していくのか、あるいはもしどういう時点で過剰診断ということを含めて、今後もし必要があれば現在の検査体制並びに治療方針というものを変えて、あるいは変更していくのか、もしそういう方針がもしあるならばですね、ぜひシェアしていただけるとありがたいと思います。私も渋谷先生に読ませていただきましたけど、非常に大事なところでですね、何回も今までは、ね、討論されてきたと思うんですが、一度しっかりそれ一つ時間を取ってもう一回お話したいと思います。今日もし時間があれば後半でお話しようかなと思って、鈴木先生何かご意見ございますか。プロトコールの件についてもごもっともなことで、その都度検討したいと思います。あと先ほどからの過剰診療の件ですけど、我々この検診を始める前から通常の住民や皆さんへの説明の言葉の中で多く出ることは既に分かっているということを言いながら説明はしております。でその中で今過剰診療という言葉を使われると非常に心を痛むんですけど、我々この甲状腺の治療を診断をする中でも、既に前回も申しましたけど、日本では1990年代に
超音波ですることは過剰診療につながるので慎重にしよう。で今回は検診をどうしてもこういう福島の状態でせざるを得なくなった時にどうしようかということで診断基準を作ったんです。で、過剰に、取り上げることをしないで5ミリまでにして、5ミリから10ミリも先ほど申したように超音波だけで本当に必要な人だけ、細胞診をする。で実際に細胞診をして悪性なし悪性が疑いが出てもそれが例えばあの通常の今までの臨床のレベルでは過剰診療と言われるものに関して、それをあえて治療しているということはございません。それ通常のレベルで必要なものは治療を進めますし、通常の今の診療レベルで、経過観察しているものは同じように経過観察を進めている。そこの基準に関しては同じです。ただ発見動機があの検診という超音波を検診をしているのでそういうふうになっていると。ですから結果が全然、発見率が違うということがあるのでそれに対して今後どういうふうにするかというのはまた違うあの対象になっている福島県民の状況が違いますので、そこは今後検討の余地が必要かと思います。あとはあの、渋谷先生おっしゃったことに変わるつながるんですけど、県のでは我々みんなが心配して、子どもを長きにわたって見守る検診をやろうということがあの目的ですので、完璧に科学的に、対象例を作るとかそういうことをするのではなくて、子どもたちの健康を長きにわたって見守るという中での検診ですので、決してその中でこういう貴重な意見をいただいたことを無視するわけではなくて、ここから盛り込めるものはあの盛り込みながら考えていきたいとは思いますが、それは私個人の意見ですけど ありがたいことで、具体的にいろいろ教えていただければと思います。あの鈴木先生いつもおっしゃってることでいろんな検査をするけども基本は子どもの健康将来に対する不安の解消ということで、あの治療優先のために過剰診療するためにあの検査をしているのではないということだと思うんですが、あのその微妙な、はい、よろしいですか。いいです、どうぞ。あの今の鈴木先生のご説明大変あの納得できることで、あの私も ここがその原発事故のあった福島県であるということを、現実を踏まえてですね、あのやはりその子どもたちに対して長期間予断を交えずに、きちんとその健康状態を、調査して把握してその内容を、公開していく記録していくということがあのそのこと自体が大変あの絶対に必要なことだというふうに理解しています。でただあの今までの議論の中で私があの自分として分からなくなっているのがですね、ある段階からその通常診療に移行しますね。ただ、そもそもの、開始のあまあそもそもの その診断は今鈴木先生おっしゃったようにこの県の事業としての健康調査なわけです。でそこで ある基準を越したお子さんたちが通常診療に移行する。そうするとそこでですね、もちろんプライバシーが、出てきますし、医療上の、それに伴う秘密守秘事項も出てきますし、それからもちろんその費用負担をどうするかという大変重い問題が出てきます。さらに、その患者さんたちから得られた検体ですね、手術で、取られた検体またそれを解析した情報これが誰のものなのか、どこまで誰に還元すべきものなのか、ここをですねこの機会に十分県民の皆様と一緒に議論すべきだと思います。で一部につきましてはあの親委員会の方でも以前からご説明ありましたように、研究新たな研究プロジェクトを開始されたということで遺伝子解析 の研究もこれから進められると思いますけれども、そうしますとその研究の対象となるデータはやはり誰のものなのか、その
公表はどうなのか、その調査を超えた、研究という次元に対関しても、やはりその、誰のものなのかということは常につきまとってですね、みんなで考えていくべきものだと思うんですね。それをまあ、避けずに正面から議論する時期に来ているのではないかというふうに感じます、はい。まあ、誰のものかということを、これは検査する検定の研究といった場所ですね、情報収集してそれを整理してする施設はある場所はそれぞれ違うと思いますけれども、誰のものかと言われると、まあ、最終的には県民のため、のためだと思うんですけど、そこに至るまで何か、はい、はい、杉先生ありがとうございます。2つあって、1つはですね、まあ、もちろん先生方が県民の健康のためにと思っていらっしゃるのもみんな従事しておりますし、やはり福島という状況理解しているんです。ただ今の段階でやはりかなり数が多くてですね、で、まあ、厳密な5ミリあるいはその A2、A1 とかそういう基準も作ってやってらっしゃるとおっしゃってますが、ただそれでもやはり過剰診断の可能性というのは否定できないかという気もするんですが、ただその5ミリのカットオフでそれに細胞腫をしているから過剰診断はない、過剰診治療はないというのはどういうエビデンスなのかということを教えていただきたいのと、それからやはりずっと漫然とですね今の状況を続けるのか、あるいは今分かった知見でやはり数が前回おっしゃってましたけど少しずつこう軌道修正していくこと自体は私は全く間違ってないと思います。むしろその方が現実的でありますし県民のためになるんではないかという気がするんですが、その辺いかがでしょうか。じゃあ今の、技術的なことなんで私答えさせていただきます。柴先生おっしゃることもっともなんですが、5ミリっていう基準はまず二次検査に回す基準が5ミリっていうのがあるんですけど、今度細胞診をするかしないかは、5から10ミリの間っていうのは今度は超音波の診断基準って別にあるんですけど、それで悪性の項目が6ないし7項目あるんですけど、それが全部揃ったっていう非常に厳しい条件の人、全てが強く悪性を疑っている人が細胞診を進める。で基本的には5から10の間は極めて細胞診をしないっていうのが母集団のと。すみません、その悪性かどうかが僕は話してるんじゃなくて、それは偽陽性の話だと思うんですね。こういった過剰診断っていうのは癌であっても放っておいてもおそらく生涯なんていうんですか悪さしない可能性があるということに対して過剰診断と申し上げているわけであって、癌かどうかっていう偽陽性に関しては議論する。じゃあそこはその次になりますけど、将来まで、それを言い切れるサイズっていうのは今のところ多くコンセンサスが入れているのは5ミリまでで、5から10はケースバイケースと、要するに5から10でも転移している人もいれば、それは臨床的に今世界中どこでも取らなくちゃいけない人もいるし取らなくてもいい。ですから今言ったような基準があって、その中でより悪性度が高いと思われている人だけ5から10であれば、そうすると実際はほとんどがリンパ節転移がもうすでに見つかっているとか、そういう他の条件があることで、決して過剰にはならないと。通常の治療を当然大人でも通常治療を進められる範囲だということでございます。ですから取らなくてもいいものを、子供だから心配させて取っているということではございません。で通常の診療で、それは誰でも見つかれば取るだろうというもの。いや通常の診療でもやはりその過剰診断とは言われているわけでありまして、今は罰会話ですね。ですからいやいや、ちょっと堂々巡りなんですけど、そこが違う、堂々巡りじゃそうじゃなくて、臨床的に、明らかにもう転用している、明らかに声がかすれるって人は治療しなくちゃいけないんです。この小児もほとんどそういうケースなんですか。そういうケースを5から10の間で手術、特に小さい方でなった人っていうのはそういう条件があるからで、10に近ければ近いほどもうそういうのがなくなってくる。この辺のことも実は私後で春日先生のお話もですね、これからじっくりやっていきたいと思うんで、ちょっと深くまで入りすぎてしまったので、ここで一回ですね、最初 の県民健康調査進捗状況の報告 の議論に、引き継ぎようとちょっと戻したいと思いますけども、実はですね、次のベセスタのご発表いただく時間もちょっと時間が参っておりまして、他に何かございますか。僕一つだけちょっと最後にお聞きしたかったことは、ですね、19ページの
確か前にですね、これもこの会で一般向けに説明して分かりにくい表現があるんじゃないかということで、それはもうなるべく分かりやすい表現にしてあげた方がいいんじゃないかっていう意見もあったと思うんですけども、19ページの下の棒グラフの3ミリ以下の農法が多いですね、圧倒的にですね、この中では。でこれ3ミリ以下っていうと、他のエコーで見てると農法なのか、あるいは本当にコロイドの変性なのか分かんないやつが結構あるんじゃないかと思うんですよね。でこれそれをまとめて農法って言ってらっしゃるのか、あるいはそのいわゆる しこりじゃなくて変性ですかね、それは無視してそれはなしとしてやってるのか、それのところちょっと、これは技術的に明らかに農法だと思われているのしか入れてません。で疑わしくて区別できないものは結節の方に分類しています。ですからはっきりしてだんだん農法に分かるものが結節の中からはございます。分かりました、よろしいでしょうか。はい、じゃあ最後に清水先生お願いいたします。全く違う話ですけども、前回のこの会議で示された韓国のデータは、この今回の調査を検討する上でのいわゆるそのコントロールグループ対象群になり得ないんでしょうか。非常にこう膨大な規模で検査を行われたわけですよね。その結果が過剰だというような議論ではありますけれども、とにかくデータとしては出ているというのは参考にできないものなんでしょうか。年齢が違って基本的に女性の4人に1人が超音波受けて、そのうち100人中2人が甲状腺が見つかるって。年齢は不明なんですか。いやいや違います、大体が妊婦とかですね、若い女性の検診が多いので。やってないですよね。あ、ほとんどやったかな。乳腺がんの時に同時にやるんですよ、あるいは頸動脈エコーの時に。いや、超音波甲状腺検査やるんですよ、ね、それで4人に1人が受けていて、大体100人に2人ぐらい高頻度でがんが見つかるっていう話だったと思いますけど、よろしいでしょうか。それでは、はい、質問した分にお答えいただいてないんですが、三権調査のその2人細胞診をされてますけども、本当細胞診するべき20人のうち何人がした方が良かったんでしょうか。2人だけすべきで2人で1人がんが見つかったのか、あと十何人まだした方がいいのか、そういうところが非常に曖昧、よく分かりません。そこについて僕らも分かりません。事務方の方で分かりますか。すいません、環境省のものですけれども、私の方からすいません補足させていただきます。正直なところですね、私たちもですねそこについてはデータとしてはございません。ただ一次検査を行ってからこの追跡調査まで追跡期間が1年近く空いていますので、通常の医療の中で必要な検査はされているのではないかというふうには推測はしているところです。まだそうしますとまだ増える可能性もあり得るということですね。だからこれは男女は書いてないんですよ、年齢とかね。これ女性ですよね、大体ね。だから一番重要な男女とかですね、年齢も非常に重要なんですよ。これ福島県の比較するのですね、この残権調査は。だから年齢別とそれから男女をですねきちっとないと比較にならないんですよね。はい、以上。じゃあその点よろしくお願いいたします。他によろしいでしょうか。それでは次の議題に移りたいと思います。次は加藤先生の方からベセスタのことに分類にことに関しましてちょっとご講演いただければと思います。よろしくお願いいたします。ちょっと本日はですねベセスタシステムについてお話ししてほしいというふうなことで少し用意してきました。でまずはじめにですね、皆さん甲状腺あるいは甲状腺がんについて、あまりご存知のない方もかなりいらっしゃると思うんですね。で一体どういうものなのかということについてまずはじめに少し触れさせていただいて、そして、その後で、ベセスダについて簡単に説明していきたいと思います。で甲状腺っていうのは頸部にある皆さんよくご存知の組織なんですが、こういうふうな瘤胞ですね、
ろ胞の集まりです。でこのろ胞というのはろ胞上皮細胞と C 細胞というこの2つ の上皮細胞からなっているわけなんですね。まあ、この辺は飛ばしますけど、で用土のことが問題になってますが、甲状腺ホルモンを作るときにですね、まあ、かなり複雑な過程を経て甲状腺を作るホルモンを作るわけなんですが、この甲状腺ホルモンを作るのにはこのサイログロブリンという大きなタンパクを用土化しなくちゃいけないわけです。でその用土をですね甲状腺に取り込みまして、これは用土の輸送体っていうのがありましてですね、甲状腺内にこう用土を取り込んでいって、そしてサイログロブリンを用土化して、それが、もう一度取り込まれて下水分解して血中の中に出ていくと。ですからもう用土っていうのは必ず必要なものなんですね。でこれはワールドプレスフォトコンテストの写真ですけど、ご覧になって分かるように、頸部が腫れてます。で1993年ですからもう20年前になるわけなんですが、まあ、世界中での用土の状況を見ますと20年前ではですね16億人の人が、用土の欠乏症の危険があるというふうなことがユニセフとか WHO の合同調査で出されております。で、現在でもかなりの人が、まあ、今はですねだいぶその改善していると思いますが、まあ、今でもこういう人たちがかなりいる可能性は高いと思いますね。というのはですね日本ではあまり身近じゃないんですね。で日本というのは、他の国と違いましてです、あちなみにですねチェルノビルですけど、チェルノビルというのはこの辺なんですね。チェルノビルも用土欠乏地帯に入ってます。で日本はどうかと言いますとですね、日本人の食生活は非常に用土が多いものを好んで食べるわけです。ですから世界でも最も用土の摂取量が多いと思いますね。まあ、一説によると欧米人より10倍多いというふうに言われております。で、日本でもですねこういうふうに甲状腺が腫れたことがあるわけなんですが、これは北海道から出てまいりまして、これ用土の取りすぎ、あまり取りすぎますとですねウォルフ・チャイコフシンドロームとイフェクトと申しましてですね、かえって甲状腺ホルモン の産生ができなくなってしまって、やはり甲状腺が腫れてしまうといったような報告があります。まあ、日本という国は用土の摂取量から考えますと非常に極めて、特殊な国であるということが言えるかもしれません。で甲状腺摂取科っていうのは今現在がんしか頭にないようなんですが、いろんなものがございます。たくさんのものがございます。腫瘍でもですねやはり良性の腫瘍と悪性の腫瘍、悪性の中にはがんと肉腫というのがあります。で甲状腺腫瘍の簡単な分離です。これは簡単な分離を示しますとですね、余計なところを省いたものですね。先ほどのろ胞上皮から出てくる腫瘍には、このようなものがありまして、良性の腫瘍と悪性の腫瘍がありまして、これはまあ腫瘍ではないんですが下形成なんですけど、まあ、結節の中に入ります。それから悪性のものにはろ胞がん、乳頭がん、低分化がん、未分化がんっていうのこの4つがあります。でそのうちですねろ胞がんと乳頭がんっていうのは高分化がんというふうな名前でも呼ばれております。分化というのは正常にどれだけ近いか、要するに正常からどれだけ離れているかによって低分化とか未分化という言葉を使ってます。で先ほどちょっと話題に出ました C 細胞から出てくる腫瘍はこれ全て、これは良性の概念がありませんので全て髄様がんということになります。でその他、まあ、いろんなものがあるわけです。で今は問題になってます検診でもってなってます甲状腺の乳頭がんですね。これは全体の甲状腺がん、これは大人の統計ですけど、乳頭がん の占める頻度というのは現在では9割あるいは 95% ぐらいまで上がるかもしれません。そのくらいですね、大部分の甲状腺がんというのは乳頭がんといっても悪くないわけですね。で 10% の中に露胞がん、低分化がん、未分化がん、髄様がん、そんなものが入っているわけです。で特徴、先ほど性をとか年齢をちゃんと書いてほしいと
というご指摘がありましたけど、その通りでございまして、乳頭がんというのは女性に多い、それから年齢、やはり比較的若い人からも出てくることがあります。それから用がいいと、ただしリンパ節繊維は効率に起こしてまいります。ですからがんであることは間違いないわけです。現在は治療としては手術、それから外国では放射性陽動をやるところもあると思いますが、基本的には手術ですね。で、それ以外には広島長崎の原発投下後のに増加したり、チェルノビルの原発事故後に増加したというふうなことが皆さんもよくご存知のように知られているわけです。で、術前診断はですね、これは後でお話しますけど、乳頭がんの診断というのは核の所見でありますので、極めて腺子吸引細胞診というのが有用なんですね。極めて有用ですから、ゴールドスタンダードとして術前診断は超音波検査と腺子吸引細胞診、この2つが日本で普及しております。で、我々がですね、病理診断をやるときのアルゴリズムなんですが、乳頭がんというのは先ほどお話したように核の所見で診断するものですから、まず甲状腺の検体を受け取ったときには核に乳頭がんの所見があるかないか、あれば乳頭がんの方を考えます。なければいろんなものを考えますね。そして問題はここなんですが、露胞がんの診断というのは乳頭がん、露胞がんという高分化がんなんですが、露胞がんの診断はこれは細胞診ではなかなか困難だというふうに考えられておりまして、これは腫瘍がこう入り込んでいく像を見て悪性か良性かを判定するということになっております。で、現在日本で我々病理医が組織細胞診断を行う場合の分類というのは、これは取扱い規約分類と、それから WHO 分類というのがありまして、この2つを参考にして診断を行っています。組織分類というのは我々の中では憲法のようなものですね。で、細胞診に関しましては少し事情が違いまして、これは甲状腺がんの取扱い規約分類もあれば、それから昨年出された甲状腺学会の診療ガイドラインの分類もあれば、それからパパニコローソサエティというアメリカの団体がありまして、それの分類、それから昔から婦人科を中心に行われてきたパパニコロのクラス分類というのがあります。それから施設によっては独自の分類を使っていることもあります。まあ、基本的には取扱い規約なんですが、なかなかその統一性が弱いというと恨みがありますね。そこでベセスダシステムはということになるわけなんです。で、なぜ細胞診の共通分類が必要かといいますと、これは分類によって少しずつ両悪性の診断基準が違うんですね。ですからやはり診断基準は統一して共有しなくちゃいけない。それから同じような用語でも、例えば鑑別困難という用語でも意味合いが少し違う場合があります。要するに共通言語で我々は喋らなくちゃいけない。それから同じデータを出してもですね、施設間のデータの比較が難しい場合、それが違っていればですね、使用している分類が違えば施設間のデータの比較が不可能であります。ですから可能にする必要があるということで、共通の分類を使わなくちゃいけないということになります。まあ、学際的な妥当性、臨床的な有用性、それから客観性、国際的コンセンサス、こんなようなことを踏まえて、細胞組織分類を作らなくちゃいけないわけですね。で、組織の方は組織、WHO という分類がありまして、これは国際的なコンセンサスを有しております。で、これ WHO 分類なんですが、これはまあこんなような仕様が並列に並んでまして、並んでいるというような分類ですね。で、これは日本の取扱規約分類なんですが、先ほどお話しした乳頭がん、露胞がん、低分化がん、未分化がん、髄様がん、悪性リンパ腫、こんなようなところを一般的な悪性腫瘍として扱って、その他は、分けて扱っております。ただし WHO 分類を基本にしてますので、使っている用語、診断基準は一緒です。で、乳頭がん、
というのはですね、どうして細胞診で、が有用かといいますと、この乳頭がんというのは各所見で規定されている腫瘍、診断が 各所見で規定されている腫瘍だからですね。まあ逆に言えばですね、各所見のみで規定されている腫瘍なんです。で、乳頭がんの各所見というのは、まあ核の溝とか核大細胞質、まあ、これは難しい言葉になっちゃいますが、核の所見が、乳頭がんの核の所見があれば乳頭がんという診断をする腫瘍なんですね。ですから組織ではなくても細胞というのを取ってきただけで診断が非常に有用だと。で、他の臓器のがん、全てのがんですね、こういうふうに各所見だけを重要視して診断をするっていうがんは乳頭がん以外にはないんです。ですからこれファインニードルアスピレーションバイオプシーといいますが、吸引細胞診というのが極めて有用な腫瘍ですね。で、これはベセスダシステム、後でお話しますけど、それから甲状腺がん取扱規約、パパニコロソサエティの分類、それからパパニコロクラス分類、まあいろいろな分類があって、細胞診の方はいろいろな人がいろいろな分類を使っているわけなんですが、まだベセスダに関しては日本では一般的ではありません。で、これが一対一対応するようになるべく考えていかなくちゃいけないわけなんですが、現在のところではこちら側の分類を主に使っております。また一般的な病院ではこのクラス分類を使っているところが多いかもしれません。で、取扱規約なんですが、現在、発刊を10年目を迎えておりましてですね、そろそろこれは変えなくちゃいけないと、古くなってきたということで、これは日本甲状腺外科学会というのがありまして、そこに病理委員会がありまして、私が委員長なんですが、現在その取扱規約の改定を目指して検討しています。で、その中で、今度の取扱規約には甲状腺ベセスダシステムを入れて、全国的な共通的な分類を作ろうということです。で、ベセスダシステムというのは、これは実はですね、子宮頸部婦人科領域で、一般的な細胞診の分類なんです。これは婦人科では日本国中でこのベセスダシステムを使って診断をしております。ただし日本でもですね、日本のその病理診断医あるいは検査士、その他の先生方はコンサーバティブです。なかなかその新しい分類に取り付かない。で、婦人科の場合はこれは検診に使ったことでベセスダシステムが全国で採用になったということなんですね。で、このベセスダシステムは次は子宮体部とか乳腺とかっていくかと思ったら、今度は甲状腺に入っちゃったんですね。突然甲状腺が出てきたということなんです。で、これはベセスダシステムを使ったその論文の、パブメドでちょっと引いてみると、やはりかなりどんどんと普及しているようですね。年齢とともに数が増えています。それからアメリカではベセスダ分類を使った論文、細胞診の論文が約 80% もっと増えると思いますね。で、日本以外で見ますとですね、アジアで先ほどお話しされた韓国なんかではもうすでに 100% ベセスダシステムです。で、日本ではどうかと言いますと、日本からはまだベセスダシステムでの英語の論文は出ておりません。ですから、まあ少し世界的な流れからすれば、ベセスダの流れからすれば、日本というのはですね、その採用には慎重になっているということなんですが、ただ現在先ほどお話したように取扱規約でその採用をすることが決まっております。それでもう少し詳しくベセスダシステム2007についてお話ししますと、このベセスダシステムというのはアメリカのメリーランド州にあるベセスダという土地にある米国の国立がん研究所 NCI というんですが、そこで開かれた甲状腺の細胞診の診断学術カンファレンス、その時の成果をまとめたものが、いわゆる今言っているベセスダシステム
というものですね。その成果をまとめて、バロックという人がいくつかの論文を書いてまして、それをベセスタシステムというふうな名前で呼んでるわけです。でそこにはですね、作った人の中には欧米の方々、アメリカの人、当然アメリカの方々が多いんですが、日本の人は入っておりません。で問題の診断のカテゴリーなんですが、これは不適正良性、今の、検診でやられているのはベセスダシステムにのっとってやられているということでございますので、そこをこのカテゴリーというものを理解していただければいいと思います。そのカテゴリーというのは、これはまあ診断には不適正な検体でありますよと、それから良性のものです、それから異形があるんだけど意義が不明なもの、それから先ほど私が質問した露蜂性の使用、あるいは露蜂性使用の疑い、そして悪性の疑い、悪性と、この今検診で悪性の疑い、悪性というのはこの部分のことを話しているわけですね。でこれはあのベセスタシステム2007ではですね、悪性のリスク、そのそれぞれのカテゴリーに含まれる悪性のリスクを出しています。だいたい、悪性の疑いであれば、まあ、7割ぐらいですね。悪性という診断がつけば 99%、まあ、100% 近くもう悪性という診断を手術しても悪性になってしまう。悪性の疑いでも7割ぐらいは悪性になりますよ。このくらいの悪性の割合なんです。だから悪性の疑い、悪性といった場合はもう7割以上、8割近くはもう悪性と見て見なすだろうというふうなものなんですね。でそれぞれいきますと、まあ、適切性の基準を満たさないもの、不適性と、まあ、この辺はいいでしょう。細かいことは略します。それから良性のものはちゃんと良性と書きなさいと、ね、悪性所見なしとか書かない、非使用性とか書かない、良性と書きなさいということを書いています。それからこれがあのかなり問題になってくるところですが、従来鑑別困難と言われているものは意義不明な異形とか、異形というのはですね、ちょっと正常のものとは違って怪しいよということを言っているわけなんですね。まあ、こういったものがその意義不明、アウス・フルスという名前で呼ばれています。で問題はですね、ここなんですが、露蜂性腫瘍、露蜂性腫瘍の疑いで、ここにはですね、従来悪性露蜂癌での悪性の疑いっていったものは、これは露蜂癌、露蜂性腫瘍ですね、乳頭癌の核所見を持たない腫瘍は、ここに入ります。ですからここは露蜂癌がかなり入ってくるわけです。露蜂性腫瘍、それから当然露蜂腺腫といいまして良性の腫瘍が入ってきます。ですから腫瘍っていうふうなことを考えますと、乳頭癌もあれば露蜂癌もあるわけない、あるいは露蜂腺腫がある、良性腫瘍の場合普通は多いかもしれません。だけどまあ特別ですけどね、甲状腺癌っていうのは。ですけどまあここに露蜂癌っていうものが含まれています。でベセスダシステムの特徴はこれか、ここからなんですが、悪性の疑いというのはこれはほとんど全てが乳頭がんの疑いを指しているわけです。乳頭がんの疑いですから、ここの検診で言われている悪性の疑い、悪性というのはほとんど全てが悪性の疑いという項目ですね。そこはほとんど全てが乳頭がんを指すわけです、まあ、他のがんを疑うこともありますが、露蜂がんはここには入らない。で悪性なんですが、ここには乳頭がん、低分化がん、髄様がん、未分化がん、扁平上がん、まあ、いろいろなものが悪性腫瘍としてあります。ただしベセスダシステムでは診断できる、細胞診で診断できる腫瘍の中に露蜂癌は含まれておりません。
まあ、そういう今まで の、 あの分類と大きく違うのはこの辺の考え方なんですね。露蜂岩の扱いをどうするかというふうな考え方です。で、まあ、あのいろんな施設でですね、そのこれは 1,2,3,4,5,6,7,8 このベセスダシステムを検証してます。そしてこのカテゴリーで、それぞれのカテゴリーの頻度とか悪性の割合とかそういったものを出しております。日本でも最近は甲状腺の関心を持っている施設でベセスダシステムにのっとった悪性の割合とかそれぞれのカテゴリーの割合というのを出してきております。大体そうするとベセスダシステム、これはあの大人のものですけどね、大人のもので、どのくらいの割合であるかといいますと、良性がこのくらいの大きさで、そしてアウスフ、鑑別困難がこのくらい、それから露蜂性腫瘍の疑いがこのくらいで、悪性がこのくらい、このくらいになるというふうなことがベセスダシステムではあの現在あの調べられております。ですから大部分は良性ということになりますね。でこれが悪性のリスクなんですが、まあ、先ほどもお話しましたけど、これは SFN というのはサスピシャスフォーマリンなんですよ。悪性の疑いと悪性、だいたい7割と9割以上、これ両方合わせますと8割以上になるかもしれませんけど、悪性の疑いという形で検診ではそれを一緒にして出しています。まあ、そういうふうな形で出してますね。そうすると例えば悪性の疑いを悪性にしても 100% が悪性になるわけではありません。先ほどちょっと悪性じゃないものが含まれてましたけど、そして悪性の疑いといった場合は、先ほどお話したように7割ぐらいが悪性になるというふうなことを考えていらっしゃったらいいと思いますね。これ SFN っていうのがこの悪性の疑いなんですが、施設によっては 100% 全て、悪性の疑いでも 100% のところもあります。ところが 87% 悪性の疑いは 87% が悪性だったと、こちらはちょっとひどくてですね 53%、70%、97%、80% ですから、悪性の疑いといいましても施設によっては少しばらつきがあります。でこれはその、細胞検査士さんとかそれからにですね、今細胞診っていうのは細胞検査士さんがまず見て、それを病理医が判定をするわけなんですが、経験の違いとかボードを持ってる資格を持ったもので、それでベセスダシステムをやった場合に違いが出てくるかどうかというのを見たものなんですが、あまり差がないという結果が出てます。で、まあ、ベセスダシステムというのは特別なその分類ではないんですが、少しその、扱い方に違いがありまして、そしてそれぞれのカテゴリーで、その悪性の割合というのが違うというふうなこと、それからあと施設によってもそのマリグランシーレイトという悪性の頻度というのは少し違ってきます。で福島の検診ではこのベセスダを使っているということは非常に賢明でして、日本の今度は取扱い契約、今年度中に改定になる、来年度の早々に改定になると思いますけど、そこではベセスダシステムを導入して基準を作ります。ですから、まあ、今やっている福島の検診のベセスダシステムの方法は、非常にいいと思いますし、国際的にも、これから国際的にもそれを使った、発表ができるシステムを使っているということで、まあ、学際的にはリーズナブルなものだというふうに私は思います。以上です。加藤先生ありがとうございました。非常に
あの分かりやすくですね、あのご説明いただいたと思うんですが、何か質問いただいてよろしいですか。はい、何か質問ございますか。はい、渋谷先生お願いします。あ、非常に分かりやすいあの解説ありがとうございました。あの、まあ、病理学的にはまあ様々な分類があるというのはよく分かったんですけど、悪性の中でもやはりその予後とはあんまり関係ないというか、あの予後も含めてその分類に関して一つコメントいただければと思います。あのここではですねお話ししませんでしたが、あのニュートンガンの中でもですね、今10いくつ明けサブタイプがあるんですね。でそのサブタイプの中には悪いものも、あのその一般的なニュートンガンに比べると悪いものもあります。それからあと子どもに出てくる乳頭がんというのがありまして、いくつか知られておりまして、それはかなり広範に広がるタイプのようです。ですから一言乳頭がんといってもですね、そのサブタイプというのがかなりあって、それがクリニカルなビヘイビア、あの臨床的な予後には少し影響してくるみたいです。他にございますか。よろしいですか。から、はい、ありがとうございました。AUS、はい、これはあの鑑別困難のところですよね。はい、あの今までたまたま今日はさ、先頭見てもマリナグレイティングの対応ビデオプラスファイルデテスラカテゴリー3とかありまして、それから3に止めて失礼いつもですけど、このことだと思うんですけれども、あのこれ見ますとですね、あのこっちの先生から今日の添付された図を見ると AUS が5-15% 再建というふうに、あの、まあ、これは悪性のリスクですね、表級ですけれども、それと比べてこの論文見ると、あの AUS、FLUS の悪性の頻度は今までの鑑別困難で手術した患者さんのがんであったという確率、パーセンテージがかなり高いと思います。それはどういうふうに、もうちょっと先生がおっしゃってるのは、それ一つの論文で、お話しされてるわけで、一つの施設なんですよね。はい、ですから先ほど、お見せしたように、あのいろんな施設がそれを出しておりまして、低いところもあれば高いところもあるんです。ですからその AUS の、割合もですね、かなり施設によってばらつきます。ただしそれをどういうふうにこうなるべく そこをなんていうんですかね、ウエストバスケット、そのゴミ捨て場みたいにしないで、やっていくのかっていうのが我々がこれから課せられた課題なんですね。わかりました。一番鑑別、いわゆる鑑別困難って僕らの手術迷うところで、鈴木先生いかがですか。ありがた、今日はありがとうございました。あの冒頭、あのがん取り扱い規約の悪性ないし悪性疑いって言いましたけど、どちらも悪性ないし悪性疑いで、そこに関してと、あとうちはもうほとんどベセスダを中心に使って、あの通常どこにでも出せるように両者を併記しているという形で、AUS に関しては基本的にはですね、今言ったように頻度も違うのは当然1回だけだったらそういうことなんですけど、 AUS に関しては繰り返しやることで、我々は悪性なし悪性疑いに出るか、それが明らかに下に落ちるか、 AUS のままにしないでどちらにするか、この AUS っていうのをいわゆるこのままではいけないよっていうのは我々のサインで、この後ここを明確にしないと悪性も含まれてますので、必ず繰り返し検査を受けてはっきりさせましょうねっていうことを説明して、先生のおっしゃる通りだと思いますね。で AUS っていうことを、あの AUS っていうのはまあ意義不明な池、日本語で言うと意義不明な池になりますけど、これはですね、先生おっしゃるようにやはり再建を何回かしてですね、本当に悪性じゃないかっていうのを確かめないといけない部分なんですよね。で、ベセスダのからの報告でも5-15% ですね、今までの、あの論文を見ますと5-15% の割合で悪性が含まれているというふうなことで、あのそういうふうなアプローチになろうかと思います。 AUS が出た場合には何回ぐらいまでやるべきでしょうか。ですね、あのベセスダではですね、これガイドライン的でですね、マネージメントまで含まれていますが、これはだけど私はですね、このマネージメントに関しては、
個々の施設個々の立場で判断すべきだと思います。ですから何回やれというふうなことを、ある程度書いてありますけど、それを別に守らなくても、例えば、2回で済んでも10回やっても、そのケースバイケースでその先生方が考えられていけば私はいいと思います。はい、ありがとうございました。他にございませんか。よろしいですか。はい、春日先生どうぞ。申し訳ありません、私は飲み込みが悪くてですね、実はよくわからなかったんです。それで、他にもわからないっていう方がいらっしゃるかもしれないので、代表してちょっと質問させていただきたいんですが、ちょっとね、いや、悪性という言葉の意味が、定義がよくわからなかったんですね。いろいろなところで悪性という言葉が使われていまして、例えば悪性腫瘍の中に乳頭がんも露胞がんも含まれるというご説明があった一方で、悪性という診断カテゴリーの中に、露胞がんは入っていないというご説明もありましたですよね。それから、悪性あるいは悪性疑い等のその、診断カテゴリーと悪性リスクとの比較の表がありましたけれども、はいはい、その場合何をもって比較するのか、つまり、悪性リスク 100% というのはどういう診断法で確定するのか、それが分からないとその診断カテゴリーとの対比も分からなくて、ね、ありがとうございます。今の悪性のリスクというのは細胞診でその診断が出た時、それが手術された時、その時に悪性だったっていうふうな割合なんですね。つまり病理学的な診断です。そうです、そうです。病理診断と細胞診断との比較ということですね。そうなんです、そうなんです。予後とかそういうことじゃなくてという渋谷先生のご補足がありましたが、予後とは違いますね。そこを、分かりました。そこが分かれば少しは納得できました、そうなんです。はい、渋谷先生は。その辺の議論を前にもう一回話を戻したいんですけども、先ほどの鈴木先生ね、その何ていうんですか、厳密な基準を用いてやってらっしゃると、このエセスター基準も用いてやってらっしゃるとは、それはもう本当に重々承知してるんですが、前回と一緒なんですけども、今先ほど杉先生おっしゃった厳密な基準というのは、で、まあ、多分過剰診断と偽陽性って多分混同されているという印象があります。なぜならば先生がおっしゃってたその過剰診断というのは多分偽陽性で、それはがんかそうでないか、悪性かどうかという話だと思うんですね。今のまさに病理学的な話だと思うんですが、僕が言っている過剰診断の定義というのは病理組織学的にはがんですけれども、検診がなければ症状も出ずに診断されなかっただろうと、そういうがんのことを指してはですね、で前回津金先生もおっしゃってましたけど、もう世界的には分かりやすい甲状腺がんというのは過剰診断の傾向にあるというのは証明されているわけです。そういうものを踏まえて僕が前回も申し上げたのは、やはり住民の方々の健康を守るというのはもう本当にそれは最優先の課題だと思いますが、やはり現在の検診がやはり過剰診断そして過剰治療につながっているという場合にはですね、やはり子どもたちに傷も残しますし、心の傷も残しますし、まあ、ホルモン治療も必要ですし、コストもかかると、そうしたものも検討して、先ほど先生おっしゃっていたように病理学的にやはりがんであっても予後はいい可能性もある、がんもあると、ですから甲状腺がイコール、まあ、死に直結するイメージというかですね、そういうものをなるべくこういう検診とかいう場では避けて、なるべくまあ、なんていうか怖いイメージというかですね、そうしたものも配慮していかないと、今検診とその治療っていうのが完全に乖離してますから、本当に治療自体も、まあ、親御さんの気持ちを考えるとですね、やはりがんと診断されると即治療ということになって、まあ、もしかしたら必要でない治療も多々あると思いますので、でやはりその過剰診断の可能性に関しては事前から口頭では先生おっしゃってたと申します。今ちょっとサーチしたんですけども、そうしたものが見つからなかったので、もし可能であればですね、そうした何ていうんですか、偽陽性ではなくて、まあ、過剰診断治療というものの可能性ですね、そうしたものを少し本体の方でも検討していただけると、この部会の前回の議論も踏まえて意味があるんじゃないかというふうに考えております。はい、ベセスダの先生の説明ご説明終わって、これから授与討論といいますか、
その他のところに移ろうと思ってたところなので、今渋谷先生のおっしゃったこと、先ほどもちょっと取り上げていただいたことですけども、その話題にちょっと移っていきたいとこのまま思います。で、過剰、今までの検査のあり方ですね、それと過剰診断、それから治療に対する治療のことも含めて、じゃあ今の渋谷先生のご意見に対して鈴木先生ちょっとお願いします。渋谷先生に僕はこれからもう少し、何度も理解を求める話をしなければいけないと思うんですけど、この過剰っていう言葉を容易に使われてるんですけど、我々診療をしてる中、あと子どもを見てる中で、これが本当に過剰であるっていうことが あれば非常に問題なことで、我々その言葉を先ほどから言ったように胸が痛む思いで、過剰という言葉を百も承知で、こういうことが存在するということは承知で、我々は90年代から保全の専門家は共に生きてきて、今回こういう事象があった時にどういう基準で検診をするかという中で、こういう基準を日本の専門家には通して、コンセンサスを得た中でやっておりますが、その中で取らなくてもいいものっていうのが、過剰というものを簡単に説明できると言えば、生存率だけで取らなくてもいいということであれば、多分死なない人も後で見つかっても今まで死んでませんけど、ただ我々清水先生もご存知のように、声を失うほどになってから見つかる、また見つかっても、生存率のデータでは10年では結果は出ないけど、最終的に死に至る人がどうしても進んでくると出てくるというのはこの甲状腺がで、このレベルで、取れた人が決して QOL、 傷も小さいし、いろんな意味で悪いことではないということで、しかもそれを何度も言いますけど、通常の診療でこれをこういうがんが見つかりましたと言って、これは普通取らないけど心配だから取りましょうねっていうようなレベルのものを取ってるわけではないということを何度もお伝えしたいんですけど、その中で、何度も言いますが、偽陽性じゃなくて、ですから極めて5から10でも極めて限定した人だけを、治療が必要だと思われる人を細胞診してるんです。その中で本当に陽性が出た人の中で、またその臨床症状とかいろんなものを合わせて判断した中で、ご両親等と同意を得た人が治療してる。で、しかもそれに対して我々、日本中でこの症例に対してはコンセンサスを専門家では得られていると思いますけど、そういう中でやってますので、決して、不安を持って見つけたものは取る、そういうことが逆にないように、基準を設けて、多分それこそ臨床的には分からないくらい小さいものでも細胞診すれば、もっとがんが出る可能性は理論的にあるんですけど、それは本当に治療が必要かどうかというのは疑問を持たれるので、そういうものに関してはあえて経過観察をしている。で、そういうものはおのずと必要なものはちゃんと進行してきて、通常の診療で分かるよ、検査で分かるよ、だから見守るという体制をしているというのはそういうことでございます。ですから決して取らなくていいものを取っているわけではないということを、もう少し専門の先生方とも少しコメントをいただきたいんですけど、我々はそういうことでやっております。すみません、その治療しなければいけないという基準というのは具体的にもう一回挙げていただきます。すみません、すみません、私ちょっとじゃあこの、部会長の立場の一外科医としてちょっとお話したいんですけども、私はね2つの理由、今の中に大きな申し上げたいことが2つあって、1つは小さくてもその場所ですね、例えば5ミリのがんが見つけたとしても、それに神経に近いところであれば、声を出す反対神経の近くであれば、まあ、手術を進めます。それは生命には関係ないですね。でも声を失うこともあるし、声あるいは気管に近ければ気管浸潤して結局気管を切除しなくちゃいけない、あるいは感情切除して単体を踏むと危険な手術をしなくちゃいけないということもあり得るわけです。だから位置によって、僕が言っている過剰診断ってそういうのはない可能性あるがも通ることを過剰診断と申し上げて、そういうのはもちろん過剰ではないと思います。もう一つ言いたいのは将来ですね、今も4もいいのいいと言われているがんがどういうビヘイビアを生物学的に育っていくかっていうのは誰も予想できない。それからあと生物科学的にも裏付けはまだない時代ですね。いわゆる未分化がん、低分化がんに移行していくのはどうして移行していくんだろうと、それは非常に
頻度としては少ないんですけれども、頻度として少ない、例えば 1% あるいは 0.1% としても、その患者さんにとっては 100% であるということを考えると、やっぱりどこほとんどは生命に影響ないから、そのまま放っといてもいいものかもしれません。だからそれを果たして本当に放っといていいものかどうかということを検査、手術をしなくてですね、検査するのをやっぱり定期的に調べていかないと、リンパ節転移が一つ二つ三つと出てくるか、あるいは増加していくかどうかということですね。 あと一つ先生に、渋谷先生にお伝えしたいことは、将来生命予後ではなくて寿命を全うできるような、要するに治療しなくていいがんっておっしゃいましたけど、いわゆる冒険例で の甲状腺乳頭がんのほとんどは5ミリ以下なんですね。で 5ミリ以下は5ミリ以下でも我々もガイドライン正しが気をつけてますが、明らかに肺遠隔転移があるとか、リンパ節転移があるとか、遺伝性の家族で濃厚だとか、いろんなことがある、正しがき以外の人は5ミリ以下は避けようというのが一般的です。ただ5から10に関してはそういう臨床症状的に取らなくちゃいけないものと、取らなくてもいいものはあるかもしれないけど、そういうものを一例一例明確に分かるわけではない、そこはグレーゾーンですので、じゃあそれを全部根こそぎ取ってるわけではなくて、先ほども言ったそのここに敷居を高くして、その中で明らかに悪性度が高いものや場所の悪いもの、そういうものだけを選んで、細胞診をして場合によっては手術になっているということです。ですからその臨床の現場で、僕もよく分かりません、臨床やってましたが、それ一人一人に対してもちろんそれはね、見つけたらという気持ちもありますし、まあ、場所が撮影とかあればもちろんやると思うんですけど、ただ明らかに世界的なデータを見ると、その検診をすることによって増えたということを僕は申し上げているので、今回の検診とその一般的な子どもの甲状腺がんの治療という話ではなくて、やはりその今回検診することによってかなり多くのお子さんにがんが見つかって、じゃあそれを解釈するときの一つの可能性として過剰診断があるんじゃないかということを申し上げているわけであって、じゃあその先はね、どうすればいいかというのはまた別の話だと思うんですけど、もちろんその治療するかしないかはもちろん親御さんの判断も大事でしょうし、専門家の判断も大事だと思います。ただこの現実として数が増えている可能性としては、過剰診断の特に超音波によるスクリーンによる過剰診断が多いんじゃないですかということを申し上げています。それがいいか悪いかということを言ったわけで、僕はファクトをどう解釈するかの話をしていて、さらにもし過剰診断があるならばですよ、やはりその過剰治療ということ、まあ、過剰という言い方は、まあ、先生にはちょっと見障りだと思いますよ。本当に僕もあんまりオーバートリートメント、オーバーダイオシという言葉を使った方がいいのかもしれないですが、その必要もない治療をしてですね、やはりその子どもが傷を残って、まあ、もしかしたら将来がんになるかもしれない、今はそうじゃない検診をしなければ見つからなかったというケースもあると思うんですね。逆のことを言えば、じゃあどちらをするかというのはなかなか難しい判断だと思いますし、特に福島の状況を見るとやはり心配ですから、検診をしようということになったのがよく分かります。すいません、ただ臨床症状というか、臨床データは我々が公表してないのに、なぜ取らなくてもいいがんだというのが断定できるんでしょうか。中には、それは申せませんけど、決して取らなくていいがんだっていうものを、我々が手術したってことはありません。いやだからそれはじゃあどういう、ね、その臨床的に本当にこれが臨床的に取らなくてよかったかどうかっていうのは、判断基準というのはやはり少し、先生がさっきにおっしゃった声がうんぬんというのは、もちろんやらなきゃいけないと思う。ちょっと先生それだけでは足りなかったので、はいはい、一般的にリンパ節転移とか、はい、腫瘍の浸潤とか、はい、そういうものを含めて、今回一番小さい人が5ミリ台ですので、そこをみんな捉えてますけど、多くの人は10ミリ以上で、はい、しかもリンパ節転移がどのくらいあるかということも含めて、結構リンパ節転移の数、そういうことの数は個人のデータなど お話はできませんけど、決して ないわけでは、声が出ないとか声に影響あるとか、リンパ節転移のどうか割合なんですか。リンパ節転移の数はここでは公表しない。じゃあそれじゃ分かんないですよね。鈴木先生、今日本の甲状腺外科学会でガイドラインというのを出してますよね、はい、そのガイドラインと先生がおやりになっている治療というのはどうなんでしょうか。はい、全くガイドラインに準拠したもので、でもそこにはグレーゾーンがいますので、グレーゾーンに対しては十分なコンセンサスを得てやっている、日本のガイドラインに準拠しています。はい、西先生お願いします。今渋谷先生おっしゃいましたように、韓国となんかはですね、やっぱり40代とか50代のスクリーニングやってますから、今鈴木先生方がされているのは小児なんですよね。で最近のジャーナルオブペディアトリックスとかですね、 JCEM という、まあ、
アメリカの雑誌にはですね書いてあるんですね。アーリーディテクションの方がいいと。で、例えば小児でもですね、親が見つけた時はもう大きくなってかなり転移してるとかですね、そういうのがあるんですので、ですから人間ドックなんかのスクリーニングの結果をそのまま小児のエマの分に持って当てはめるのはどうかなと思いますし、無論現場の鈴木先生方はおそらくその非常に丁寧にですね説明、家族とか本人とか全部丁寧に説明してやっていらっしゃいますので、まあ、ここで過剰診断とか過剰治療というとはもうこれ大問題になりますけどね、それはそういうことは ないだろうと私は信じています。加藤先生、あとベセスラーではですね、先ほどのカテゴリーにマネジメントってあるんですが、それがついてるんですけど、これは欧米のマネジメントを それぞれのカテゴリーに適した治療というふうなことを出してるんですけど、かなり激しいんですよね。で私自身はこのマネジメントまでベセスダにするのは反対でありまして、やはり日本の実情にあった、先ほどの先生ガイドラインという話をしましたけど、コンセンサスを得た治療法というふうなことを遵守していただきたいと。ですからベセスダをそのままマネジメントまでやらないでいただきたいというふうに。はい、僕も先生方が、ね、過剰診断というそれはたくさん治療してやろうなと思ってやってると思ってますよね。先生のジャーナペリアルクスのデータというのはあれですか、スクリーニングした子どもですか、それとも一般にがん検診で見つかった子のようですか。この会の後添付で事務の方から送っていただいたと思うんですけども、それはスクリーニングやってないんですよ。ですよね、ですから見つかった、そうですよね、だってスクリーニングは今福島で初めてですから、ですよね、だから、はいはい、それでそのデータをそのままスクリーニング当てはめて、じゃあ過剰診断なかったっていうのは、スクリーニングした、アーリーディテクションの方がいいじゃないかっていうのは、それは見つパッシブに要するにがん登録みたいに見つかったケースに関してですよね。ですから今回はスクリーニングですから、やはりそのがん登録と福島のデータを前回津軽先生おっしゃってましたけど、比較するのは妥当でないということと一緒じゃないですか。100万分の1日となることを、そうですね、ですからまず有病率自体が違いますし、はい、だから今回の僕が申し上げているのはそうした面でスクリーニングによる過剰診断の可能性というのは否定できないんじゃないかということだったんです。スクリーニングされてそれまで厳密に 5.1 ミリとか、なんか非常に疑わしいとかこう家族に説明しながらされているから、はい、それで OK だろうと私は思っています。はい、だからその実際そのどういうクライテリアで、それがどのくらいで、例えばリンパ節転移になったら僕もおそらくだからそれはリンパ節転移とか何とか言えないです、個人情報でお話しできないって言うんです。私はもう何パーセントか知らないですけども、一般的に小児の甲状腺乳頭がんのリンパ節転移が圧倒的に多いですね。大人よりも多いです。例えば本当に 50% 近く 40% 前後じゃないかと思いますね。肉眼的に見てます、集中に。だから場合によっては肺結核で、一般的には病理組織学的に取ったものから見ると、少なくとも 50% 多い施設では 70% 以上見つかります。ですからその辺は一般的なこととしてはそういうことになります。はい、春日先生お願いします。ここでですから先ほど発言した点にまた戻るんですけれども、その医療診療のフェーズに移ったお子さんから その情報をですね、どこまで県民のものとして共有すべきか、あるいは国民の自身のものとして共有すべきかなんですね。お一人お一人の情報はもちろんその個人情報ですけれども、でも何人かの患者さん そのデータが集まった段階でですね、そのなぜそのリンパ節転移の割合が公表できないのかというのはちょっと疑問に感じますし、他の情報に関してもそうです。例えばその匿名化した上でその、画像データですとか、あるいは病理のデータをですね、なぜそのデータベース化した後でその公表できないのかというところは、まだちょっと納得できない点があります。そのあたりが集団のデータとして公表されればですね、
これは鈴木先生が今までこう説明に苦労されているような、過剰診断でないというそのご説明にもなりますし、実際に子どもたちを受診させようとしているご家族にとってもやはり納得できることになるのではないでしょうか。そこはどうお考えになりますか。私がこれを公表するしないの権利を持っているわけではございませんし、私は今日はそういう医学的な事象を答える役目として来ております。あとこの検診の運営をしているものとして来ておりますが、その公表に関してはまた別な問題があると思います。ただ先生のおっしゃったことは分かりますが、その前に先生のおっしゃった問題がまず気にすると思います。まずこれが先生がおっしゃったように二次検査の後通常診療にするということが馴染まないと、でデータは誰のものかということをおっしゃいましたが、今のところこの県民健康調査の最初からのシステムとして二次検査で、細胞診が先ほど出たような形である程度診断が確定した場合、そこから、まあ、良性ないし悪性とある程度診断が確定した場合、その診断をもって二次検査としての県民健康調査の検査は長年見守るものですけど、また検診は繰り返すわけですけど、そこで、医療行為を必要とするまたは医療行為を継続して検査をする必要のあるっていう人は通常の疾病として、通常診療として、最寄りの施設等に紹介をして、そこでフォローしていただくという形になってますので、そこに関してはある程度、今まで、そういうことで公表をはばかってたところありますけど、それでもやはり悪性ないし悪性疑いの人はどのくらい最終的に悪性だったのかということで、現在手術をして、診断が確定したということと、あと年齢分布等だけはお出ししてますけど、ここのことを聞かれるたびに出すということに私どもまだそこの対応と取り扱いを丁寧にするということからは決して渋谷先生おっしゃったこと、春日先生おっしゃったことここで答えれば個人的には済むことなんですが、今そういうことでもう少しこう一つの取り決めがないと我々としては公表できないということがありますけど、逆に言うと先生方がこうやっておっしゃってくださることがいろいろな形で、次の方針に影響するのではないかと思いますが、真摯に受け止めたいと思いますけど、そういう今システムであるということであります。まあ、私個人に言わせていただければ例えば学会なんかでも今個人のですね、専門の学会、外科の学会でも果たしてどういう手術で どのくらいの転移だったことか、詳細はまだ何も知らない、まあ、いろんな事情があると思うんですけども知られてないのが現状でありまして、一般の方にあるいはご家族の方、あるいはどこまでの人に伝えるかっていうのもなかなか、それは被爆今回のことだけじゃなくて普通の手術をしたがんの手術をした時も難しいの公表するのが難しいの問題もあるんで、ただ今回のこのこと全国が注目していることなので、ある程度、まあ、先生難しいと思うんですよね、今おっしゃったようにね、もっと中枢の人って言いますか、なんて言うんですか、先生中心になってやられてるんですかと思うんですけど、県の方にお願いするか、やっぱり知っておきたい、伝えておきたいデータはしっかり伝えておきたい、いただきたい、今回のこういう会議で話題になったことの中でですね、検討していただいて公表していただければなと思います。それの方が安心できるようなデータも絶対あるはずなので、そういうところをこれからもこちらで検討してピックアップしてお願いしていきたいというふうに思います。はい、じゃあ西先生、この検討部会としての希望ということに出せばいいと思いますし、そうですね、はい、から取られた組織は保存されてますか、まあ、どうか、まあ、それが答えですけども、将来的にその放射線による遺伝子の運動が何か分かればですね、もちろんそうですよね、だから取っておかないと、もちろんそれは取っていただいております、それは絶対重要なところですから、はい、家族の了承が、いや取らんでもいい、保存するときにしなくてもいいって言われたらもう捨てられるのか、そこは非常に重要なところなんですね。それはちゃんと取ってますよね。いかがですか。まず誰が手術したかも公表してない話なので、例えば
家庭として福島医大でやった場合、我々はそういう責任感を持って、使命がありますのでやるべきだと思って対応ができるような倫理委員会を通しているということはありますけど、ただこれは他の施設でやった場合はどうかということまでは把握しておりませんので、そこはぜひそういう一般的に言っていただき、渋谷先生、本当に鈴木先生をはじめ福島医大の皆さんご尽力を本当敬意表して大変だと思うんですが、やっぱりデータに関してですね、やはり例えばこの本体の県民健康調査を含めて各疾患との突合とかですね、個人の線量とか、まあ、データベースどういう状態になっているのか、ちょっともし可能な限りシェアしていただきたいのと、先ほど の, そのできるだけこう情報を出すというのは僕は非常に賛成で、やはり疑念がある場合ですね、やっぱりバックにあるデータというのはきちんと、もし可能な限りですね、例えばじゃあリンパ節に何パーセントあったのかというぐらいは別に何も問題は僕はないと思いますので、そうしたものを出していくというのがやはりその疑念を払拭する最も最短の道だと思うんです。ありがとうございます先生、助けを出していただいて、普通のお子さん の, データベースも含めてですね、今後科学的な論文で、公表するという形をしながら社会的使命を果たしたいとは思っています。おそらくリンパ節転移の頻度がどのくらいかというのは、もちろん我々の外科医の世界のみならず一般的な人も世界中の人が注目していると思いますよ、ね、ですからぜひそれは何かの形で発表していただければと思いますけど、他によろしいですか。リンパ節転移だけじゃなくて、先生T3 とか、そうですね、そういうものも入ったわけですね。EX ファクターが、甲状腺被膜外浸潤のファクターが、はい、当然把握しています。ですから、リンパ節転移だけを出すんじゃなくて、もちろん NICC の、そうです、当然公表するときは、TNM、TNM 分類ということになると思います。安田先生、西先生、渋谷先生がおっしゃったことと同じことを私も先から申し上げようと思いまして、これは鈴木先生は医大にだけお願いすることではなくてですね、県全体あるいは県のその調査に、アドバイスをしている環境省にもお願いしたいことですけれども、とにかく一次データからデータをきちんと保管するということ、これはもう絶対に可能な限りお願いしたいと思います。はい、したらスクリーニングですから、リンパ節転移は早期発見早期してますから、思ったよりも少ない可能性あると思います、普通は何か訴えで来てからあれしますから、そうじゃない人は、もしかしたら、そういう可能性もあるかもしれませんのでね、それも含めて緊急に準備ができましたらお願いでしょう。はい、じゃあ最後に検診実施してからのことに関しては今厚く議論いただいているところですけれども、ちょっと別の点で実務面の方から一言情報提供兼ねてお話しさせていただきたいんですけれども、私たちのところで今ずっと何年か前からこの県の方とも協力していただいて保健医療福祉職の人たちに研修会をずっとやってるんですので、その中で県立医大の方にもご協力いただいてこういった情報も提供して、保健師さん保育さんの人たちなんかに情報提供してるんですけど、そこで帰ってきたお話をちょっとフィードバックとしてお話しさせていただきますけれども、県の方あるいは県立医大としてもこれは県民を見守りという姿勢でやっていきますということを何回も繰り返し出てきているところですが、8ページから11ページの資料1の8ページから11ページにもありましたように、年齢階層別に見た場合に義務教育年齢のところは受診率非常に高いですけれども、高校生になると落ちてしまう、あるいは入学前未就学児に関しても若干やっぱし低いっていうような感じになるところがあるわけですね。でそういうさっき提供しているような研修会とかやって保育士さんたちはそういう話をすると非常に積極的に自分たちはそういったものに対して貢献したいっていうふうな専門職として意見を述べてくれます。ただそんな中で貢献しようと思った時に自分たちはご両親の許可もいただいた上で1歳6ヶ月検診であったり3歳児検診の受診状況を把握したりっていうことを努めているんですが、そこにこういったものを入れていくっていうこともできるんですよと、そういう意味でも積極的に貢献したいって言われるんですが、それをしようと思った時に今度はフィードバックの仕方がさっぱり分かんないと、初回の時かにもちょっとご指摘したんですけれども、情報が全部自分たちのとこ素通りしてしまうものですから返しようがないと、当然個人に情報を返すということは原則なんですが、
自分保育士さんが自分がそういう対象年齢の子が持てば自分の子どもの結果としては返ってくるのを見ることができますと。ただそういう機会がなければ全然見れないと。保育園全体としてもそういうことに陥ることがあると。そうするとお母さん方とコミュニケーションしましょうって言っても何やってるのかさっぱり分かんないですよというところがあって、非常にキーパーソンになる人たちがなかなか情報を持てないというような環境になっているというところがあるように伺いました。でもう一つは、先ほど例も出てきてましたけれども、二次検診で陽性になった人たちは通常医療の方に行きますよっていうようなことですが、これに関しましてもそういう関わっている人たちにそんなシステムの中でやってますよと、ただみんなで上手に動かせるようにサポートしましょうねってお話ししている中で、見つかった人たちが手術する、あるいは今後精密検査していくっていうものが医療に移るっていうことは知ってる人は皆無です、保育士さんの中で。ということはやっぱりそういった情報についてももうちょっと開示していって、このシステムがどんなものであるのかっていうことをやっぱりキーパーソンになる人が共有していかないと、未就学児であれば保育士さんであったり、あるいは学校義務教育年齢であれば養護教員であったり、そういった人たちの関わりがもうちょっと積極的にできる環境を県の方でも情報提供いただかないと、今後継続してこれを見守りという姿勢でやっていく中で難しい点もあるんじゃないかなと思いましたので、ちょっと情報提供フィードバックとしてお話しさせていただきました。はい、栗田先生ありがとうございました。もっとたくさん議論したかったので、あっという間に2時間経ってしまいました。もう終わりの時間になってしまいました。他にですね、今日はアンスケアからの報告でチェルノブイリの事故のように甲状腺がんが大幅に増加することは予想されないと、福島ではですね、そういうような報告が出たりしたことを踏まえてですね、清水修先生からもご指摘いただいたこともあるんですけども、本当にチェルノブイリは4年後からなのか、1年後からすぐにその3年の間どうなってたんだろうかっていう、あるいは規制概念としてこういう概念を持って今回のことに当たったら冷静な判断ができなくなることがあるんじゃないかとかですね、それからあと、反対にそれからですね、要素のことですね、要素を配布して何て言いますか、汚染地区で服用したところ地域があるのかと、あと比較もこれ今後非常に大事だと思います。そういうこととか以前に話題になった初期の被爆線量、内部被爆線量です、水系のことも話し合わなくてはいけないし、それからですね、他の部分、今日は我々の分野の中の先生、加藤先生にご説明、いろいろ報告ご発表いただいたわけですけども、疫学も含めていろんな分野の先生にこういうふうにご報告いただいて、講演ですかね、していただいて、みんなで考えようとかですね、いろんなことをちょっと今日準備してきたんですが、またこれを次回のことに回さなくちゃいけないんですが、今日はここで一応予定の3時半までということになったんですが、何かございますか、よろしいでしょうか。はい、いろいろご提言いただきましてありがとうございました。先ほど来出ておりますデータベース化、これにつきましても今医大にお願いしまして、全体的なデータを総合的にリンクして、対応できるように取り組みを進めているところでございます。あと市町村とかいわゆる保健師さん保育士さんとの連携、これにつきましてもプライバシーの問題はございますが、一応その中でどこまで共有できるかというところも改めて勉強させていただきたいと思います。ありがとうございました。それでは今日の評価第3回の評価部会はこれで終わりにしたいと思います。次回はまだ決まってないですね、これからですね。じゃあまたお願いします。はい、次回の日程につきましては部会長との相談の上、調整したいと思います。部会員の皆様に、後ほどですね、調整したいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。
はい、以上をもちまして、第3回甲状腺検査評価部会を閉会いたします。どうもありがとうございました。マスコミの皆様にお知らせいたします。引き続きこの会場を来まして評価部会後の記者会見を開催いたします。開始時刻は、準備ができ次第おおむね、5分から10分後ぐらいをめどに開催させていただきますので、よろしくお願いします。